番から、出場してまして、本当にチャンプアの、そうですね、チャンプアに続くですね、チャンプア以上のやっぱしタイの重量級の最後の砦といいますか、そうですね、ロブカーマン選手とキックの帝王と言われてですね、はいはいはい、彼は破ってるんですよ。あ、なるほど。でこの間開幕戦ではスタンザマン選手と名勝負を、ね、そうですね、スタンザマンの背中がもう水バレになりましたから、今回のまたサザウはですね、一段とトレーニングしてきますから、す、ね、今までの中で一番動き良かったんですよね。あ、しかしあれですね、アンディ今年の5月 K1 で見事チャンピオンになりまして、わずか1ヶ月ばかりなんですけど、すごい自信たっぷりに出てますね、ですからね、彼の体調では万全じゃなかったんですよね、決して彼はそういうふうなことを言う人男ではないんですけども、侍なんで、試合終わって聞くとですね、やっぱ試合前にやっぱり筋肉が断裂してたわけですよね。で満足に歩けない状態だったという。なるほど、もちろんトレーニングも十分に行っていますね。そうですね、そうですね、本当にマンダーマーブとかですね、ホースト、そしてベルナルドともう本当に強豪との3連戦してまだ1ヶ月も経ってないところですからね、これはもう本当に体調ではないと思うんですけど、しかしチャンピオンとして本当に自信がついたというか、貫禄がついたというか。でもドクターは、ドクターはドクターストップだよって、でも君はやるんだろっていう。あ、なるほど、アンディは自信なんか全然違いますよ ね、 そうですね、チャンピオンになってから。でしかもこの地元のスイスの声援ですから ね、 ね、よく見てパンチ繰り出しますね、非常に力みがないですね。そうですね、いつもだとちょっと力入るとアンディだったんですけど、チャンピオンになる前からは決してスタートが弱いじゃないですか。そうです ね、 ね、このミドルが要注意ですよね。チョモンペットとですね、ディーゼルノイっていう名体の膝毛の名手ありますよね、それに膝毛を教えてたのはこのサダオなんです。ああ、そうなんですか、ハーパランジムでですね、もともと選手兼コーチ で体が大きすぎて対戦相手がいなかったんですね。なるほど、180センチ94キロっていうのは体重にはいませんよね。いません、いません。だからチモンペットは逆に彼なんかとフリージムをやってるから、そうですね、質も強くなったんですね。さあ、アンディ後線出ます、右のミドル、右のローが非常に強くて、なおかつ膝上げがすごくうまいですね。あ、本当に最後のアンディの試合ということで歓声もひときわ上がってますね。すごかったですよ、場内の気が。うわ、かかとです、かかとです、入りましたね、中でこの体調でかかと落としを出してると、すごいね、そのアンディのなんか気性の強さみたいなのが見えますね。そうですね、アンディらしいですよね、サダウのこのローで、はい、これはちょっと効いてますよね。すごいこのミノローが効いてますね。で、アンディパンチで構成に出ます。パワフルに、あ、これいいですね。でこのかかと落とし、これは決まってますね。びっくりしたんじゃないですか。びっくりしますね。ムエタイにはないわけですか。そうですね、本当今は本当に世界の K-1 の王者ということで、今までは本当に挑戦する側だったんですけど、今度は挑戦される側まで一気に駆け上がって、これがまたアンディのドラマっていうのは楽しみですよね。なんかね、K-1 のチャンピオンだったから肩の力みが抜けましたね。そうですね、なんか強くなってた気がしますよね、やっぱりそれだけの重圧っていうのはあったと思いますし、この年齢でね、グローブ初めて来るもあったと思いますけど、さあ第2ラウンドです。もうアンディコールがすごいですね、アンディは決してそれで熱くなることなんかよく見てますよね、相手選手を。そうですね、まだかかってるし、はい、ちょっとサダウも本当に嫌だなって感じたね、今の表情ね。ミドル、フェイントをかけながらのミドルですね、左のサイドステップしてますね、ちょっとね、ちょっとサダも何が来るんだろうって感じですね、アンジも右足痛めてますから、やっぱああいう形で蹴られるとどうしてもですね、そうですね、逃がしちゃうんですね、
あの前の足の筋肉が断裂してるわけですから、痛み止め打っての必要ですね。まあ本当に連戦連戦ですかね。そうなんですよね。一言も口に出せないでしょ。これ本当ブロックしずに流しましたね。ブロックの上からアンジュのパンチでも効くんですよね。踏み込んでます。すごいパンチです。ごめんなさい、ローキックですよ、はい、それはローキックですね。後ろ足で詰めて左足踏み込んで思い切ってつけてますから、なんか試し割りでよくバットなんか降りてくるのがローキックですね。そうですね。ただあのかかとも怖いし、そうですね、ですね。今ちょっとこれからも危なかったですね。危ないですね。シャダーはしてやったりですね、それは無視なんですね。そうだ、もうこの試合に勝てばね、KO のチャンピオンに破ったってことなんですから。そうですね。しかもテキスで破ったってことだったら、やっぱりこのスイスではもう大人気になりますからね。サダンは、得意の蹴りに持っていきたいところですけど、なかなかちょっと間合いがありませんね。アンがうまく外してますけど、またかかとですね。かかとですね。かかとですね。非常に有効でしたね。そうですね。左フックですね。アッパー気味の左フックしたから突き上げましたね。綺麗に顎に入りました。佐藤の体が一回空中に浮きましたからね。これもかなり効いてるんじゃないですか。もうこのダメージが必ずありますね。そうですね。アンディチャンスですね。ですからこれ、このパンチカウンターが頭にテンポに入っただけで倒れちゃうんですね。最初のパンチでも完全に効いてたって感じですよね。油断流してますね。アンディ夫婦見事地元で凱旋錦を飾りましたね。パンチどうですか、全体的な感想は。アンディ強くなりましたね。本当自信を持ってるって感じですよね。でまあ、かかとですよね。足痛いのにね。よくやってますね。足痛いのにこれ我慢してね。なんかますますカリスマ性がついてきたって感じがしますよね。1万1000人も本当に大喜びって大会大成功だったんですけど、館長どうですか。K1 のやっぱ世界進出の第一歩は。